ここまでのアラン・ウェイク、俺は FBI に追われている。いいか、奴が逃走したから追ってる。私の部下があの作家に一掃されたって言うんですか。書いた覚えのない俺の原稿が現実となり、俺の物語は次第にジャンルが変わってきた。ホラー小説だ。アリスの誘拐は嘘だった。奴の女房がどこにいるかなんて知りません。闇は誘拐犯と称していた男を飲み込み、いよいよ俺に迫ろうとしていた。それでいいんだ。ついに開き直ったな。確かにお前はイカれてる、マジで。だがおそらくこんなイカれた状況に立ち向かうにはそれが不可欠なんだ。これは現実なんだぞ。アリスをさらったのは奴らじゃない。彼女は湖の底で闇に囚われている。そしてまだ生きている。でもなんでわかる。わかるんだよバリー。アラン、聞いてくれ。俺はアリスを見つけ取り戻す。ここにはあの湖には特別な力がある。アーティストの想像力に感応して現実にしてしまう力だ。だが今は得体の知れない闇の存在が全てをねじ曲げている。全てはそいつのせいで、そいつが俺の原稿を利用しているんだ。あら、分かったよ。全員もアンダーソン兄弟もそいつに利用された。分かったって。こいつは妄想なんかじゃない。現実にヤバいことが起きてる。俺も乗ったよ。やるきゃねえ。アンダーソン兄弟は気づいていたが、薬漬けでとても説明できる状態じゃなかった。でも農場のどこかにメッセージを残してくれていた。そいつを探すんだ。危ない。銃をなくしたようだ。バリーの姿も見えなかった。はい、皆さんこんばんは。アラン・ウェイクですね。新しいパートやっていきましょう。さて、バリーと合流したいんですが。ああ、無事だったんだな。安心したよ。こっちは車から出ようとして落っこっちまったんだ。参ったね。大丈夫、パネルは無傷だぜ。そんなもんはいい、怪我はないか。茂みに落ちたからかすり傷一つないさ。でもお前が降りてくるのは到底無理だぜ。うわ、あら、何かいるぞ。バリ、奴らだ。発煙筒を使え。よっしゃ。バリ、大丈夫か。大丈夫さ、最高だね。ニューヨーカーをなめるなってんだ。バリー、そこで待ってろ。あら、ここはヤバそうだ。先に農場へ行って、安全を確保しとくよ。後で会おう。心配すんな、任せとけって。乱暴気取りか。急いで合流しないと、バリーが心配だった。ちゃんとパネル持ってるのね。バリーはですね、発煙筒つかね、照明弾持ってましたけど、アランはライトすら持ってません。またピンチですね。ちょっとここ難しいというか厳しいとこなので、当たらないように神頼みしていきましょう。ライトも何もないのにポルターガイストが出てくるんですよ、ここ。しかも結構大量に。当たらないことを信じる。で、ここのライト、これが一応天然のライト、天然のライト、こいつを使って、ひぃひぃで、奥に原稿があります。唯一守ってくれるライトが。よし、じゃあ原稿読んでみましょう。アンダーソン農場で車を止め、ウォルターはようやく安堵した。もう少しだ。アンダーソン兄弟の密造酒をいただこう。だがその時、ポーチに人影が見えた。奴だ。無駄と知りつつ、ウォルターは再び必死で車を走らせた。
涙で前方が見えなくなるまで自分が泣いていることにも気づかずに。ウォルターは捕まってたね、ダニーを殴っちまったっていうおっさんですね。どうもこの近くに住んでる人みたいです。密造酒、言えてない、密造酒、アンダーソン兄弟が密造酒を持ってると。あれは聞くぜみたいなこと言ってたんで、きっと何かそれか何かのヒントになるのではないかということなんですが、これちょっとね、こっちから行くかな。どっちから行っても樽は飛んでくるんだけどね。あ、これ避けられないかも。とりあえず何か障害物に、よお、障害物いた、残りカスが、いた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 、死ぬ死ぬ死ぬ、よいしょ。とにかく何か残りカスが飛んでくるね。まずこう息を整えてと。橋の方行かないでまっすぐ行った方が良かったね。まあでも生きてはいます、大丈夫です。息も絶えたいですけども。ゲートは闇に包まれていた。破壊するにはライトが必要だった。さてライトはないんですが、とりあえず何のためのものか分かんないけど、ライトを下げておきましょう。ただ電気が来てないのでここは電気を入れますと。本当はアランはその銃もライトもすぐ落っことす。まあ事故があったからしょうがないっちゃしょうがないけどね。ナイチンゲール捜査官は意識のない小説家をじっと見つめた。俺の苦悩も知らず、こいつはノーノーと眠っていやがる。彼はウェイクの頭に銃口を押し付けた。殺してやる。手が震え、喉が渇き、息が詰まる。歯を食いしばりもう一度引き金を引こうとしたが無理だった。ウェイクが身白いだ。ナイチンゲールは逮捕で妥協するしかなかった。なんでそんなに殺意が強いのかとね。FBI の狂ったやつですね。ゲート付近の明かりをつけるにはジェネレーターを探す必要があった。よし、これで。あそこは開きましたが、相変わらず武器はないと。そしてここにライトが。前方の森に気配を感じた。武器なしでは危険だったが他に選択肢はなかった。武器なし、バッテリーなし、この状況下で森を抜けるしかないですと。ここもえぐいですね。なんと3体ですな。とりあえずね、もうすぐ来るので、横からも来るんだったかな、横からも来て、もう真後ろ、横からも来る、で投げてくるから、ここを開けが一気に駆け上がる。危ねえ、ヒュー、危なかったね。後ろを見ながら進まなきゃいけないのでね、崖から落っこっちゃいそうになりますけど、まあなんとかうまくいきました。その車は農場とはまるで違う方向へと向かっていた。バリーに違いない。後先考えず無謀な賭けに出たのだ。バリー早いな、行くの。ということで、こちらも向こう側に向かいましょう。で、ここでは武器は手に入らないと。ただライトがちょっとパワーアップしますと。大型ライト。バッテリーに容量が増えました。ちょっとだけね、ちょっとだけ楽になったかなと。楽とは言い難いか。車は前方のキャビンに向かっていた。あれがバリーなら間もなく合流できそうだった。では車の向かったキャビンに向かいましょう。さあこの中でまたライト1本で抜けていきます。まあライトがあればね、銃がないのはまあまあなんとかなるけど、銃しかないが一番きついからね。OK、
前方にほら人影が、人影だよ、あれ木か、あれ。適切な場所、適切なタイミングで原稿を届けよう。君に物語を伝えるためだ。適切なタイミング。その光には見覚えがあった。夢で見た彼は宇宙飛行士かダイバーのような妙なスーツを着ていた。俺の行く先々に原稿を置いていたのは彼だったのだ。そうだね、こういう風にして原稿を渡されていたわけです。闇の存在は原稿に書かれた物語に沿って次第に力を増しながら次々と世界を破壊の嵐に巻き込んでいった。だが今はまだ物語の筋書きから逃れられない。結末が書き込まれるとき闇はついに暗い深淵から解き放たれるのだ。だからページの順番はバラバラなんですけど、これはやっぱ作家的に言うと適切なタイミングと適切なこのページだったらしいですよ。物語を読み解く上では最初から順番ではなく、これが適切らしいです。さてこっからですね、また罠だらけのゾーンを抜けていくんだけど、銃もないので見えなかった。銃もないのでここはかなりきついですね。足元もおろすになりがち。痛い。ここを抜けていくしかないと。まあ今1体か、1体ならまあなんとか。遠くの1体なのでこれ間に合うかもしれませんね。斧が飛んでこなければね。間に合った。ふう、踏まなきゃ大丈夫なんだけどね。じゃあ原稿を読んでいきましょう。荒れ狂う嵐の中、アンダーソン兄弟は他の患者たちと共にふらつきながらクリニックを後にした。もう二度とここへは戻らない。辺りは闇に包まれていたが、トールとオーディンは恐れなかった。抜け道は知り尽くしているし、すでにその手は血で染まっている。闇との戦いは慣れたものだった。あのおじいちゃんお二人かっこいいですね。行かれてはいたんですけど、正しいものが見えていたわけですね彼ら。銃が手に入った。これで農場までたどり着ける。さあではショットガンが手に入ったのでこれを使っていきますが、弾数も少なく相変わらず、この罠だらけですと。これ左から、四方八方から狙われるときついので、左を壁に自体を行けばしマシですね。うん、あれどこ行った？あれもう一匹どこ行った？お？あれか。なんであそこ引っかかってないあいつ。まああれほっときましょうか。じゃあ一匹消えたなと思ったらハマってましたね。戦っていくときついかな。近いな。あんまり弾もないからね、無理に戦ってってもきついんだね。あとゴール付近まである程度寄せてから一気に倒す。3か、3か、4いるね。しかも投げてきたね。まず1、アラン回避。ある程度まで行けば行って、どうせここ敵がまとめて出てくるのでここを抜けてしまうのもいいかもしれない。よし、 OK。 ふう、はあ、かなりの数いましたね。全部を相手にしたら弾が足りないので無理くり抜けちゃいましょう。車だけでドライバーの姿はなかった。さあキャビンに入っていきます。お邪魔します。おい、誰かいるか。バリー、よせダリー、お前は。あ、
頼む。やめてくれ。俺が悪かった。すまん。迫真の演技ですね。演技じゃないんですけど、ダニーっていう言葉がまた出てきましたね。あんたは保安官事務所にいた。また農場に行ったんだ。あそこの酒を飲めば見えるからな。でも相棒のダニーが、あいつがおかしくなっちまって、あれはもうあいつじゃない。いい映画のくだらねえ続編みたいに、親友が突然敵になっちまって、ひでえ脚本だぜ。すいませんね、この脚本書いたのは私なんです。はい、ということでいきなり批判されちゃいましたけども、俺はあらゆる展開を考えた。このまま書き続けてもアリスは取り戻せない。これはホラー小説なのだ。アリスも俺もこの街の誰一人として助からない。全てが消滅し、世界は闇に支配される。それが奴の望む結末なのだ。アリスは俺に小説を書かせるための口実に過ぎなかった。このままではアリスを取り戻せない。俺が結末を変えなければ。逃げよう。俺は自分を物語に書き込んだ。俺が主人公になるのだ。とてつもなく危険な賭けだが、アリスを救うにはこうするしかない。俺も他の登場人物同様、物語の制約を受けるだろう。エピソードはリアルでなければならない。サスペンスを持続させ、犠牲も必要だ。ホラー小説では誰もが死と隣り合わせで、主人公も例外ではない。むしろ死は必然だ。物語に脱出シーンを書こう。それには全員の協力が必要だ。全員に俺を助けさせるのだ。そういう経緯でアランが主人公なんですね。そう、自分を小説の中に登場させたわけですと。面白い展開ですよね、本当に。で、こいつがダニーですね。よし、おっ、ダニーさんでかかったね。お前がダニーか。敵を撃ってやったぜ。よし、では農場に向かいましょう。農場まではかなりの距離がある。車が必要だった。その前にここにまた原稿があります。読んでいきましょう。一瞬ハートマンはこの脳なしを締め殺したい衝動に駆られた。もっとは卑劣だが扱いやすく、ハートマンに褒められることだけが生きがいの幼児同然の男だった。対するウェイクははるかに手強い。2日の猶予はリスクが高すぎる。早急に次の手を打つ必要があったね。もっとが原稿をよこせっつって、1週間かかるさ、2日でよこせってとっさに言っちゃったことは、やっぱハートマンにとってはね、もっとの浅はかな考えというかね、行動だったので、それに対してちょっとハートマン自身もそれで動いたんでしょうね。まああいつら何だったんでしょうね、本当にね。さあでは、車に乗って農場へと向かいます。いないということはおそらくバリーは農場だろう。一瞬でも彼を疑ったことを後悔した。俺自身はともかくバリーは俺が巻き込んだのだ。確かにバリー自身は世を信じてくれますよね。まあ、闇のものっていうかね、敵は見てるとはいえ、言ってることは突拍子のないことですからね。さあここでまたアイテムですね。アイテムをゲットしましょう。ここのね、アイテムが手に入るときのこの呼吸音、これも一応意味があるんですね。これアランの声ではないし、私の鼻息でもありません。おそらく意味があるんでしょう。酸素ボンベみたいな音するでしょ。
じゃあこっちの車に乗り換えちゃうかな。また乗り捨て好きなんだよね。あ、いた、なんか当たった。ではここでまた乗り捨てて、なんかに当たってるな。得体の知れない何かに攻撃を受けている。スタンド攻撃か。じゃあまたここですね、展望台みたいなところ、ここでまたパッドメインのね、ラジオおよびアイテムをゲットしましょう。パッドさん、皆さんすでにお気づきだと思いますが、いよいよ嵐の到来です。予報によると今夜は一晩中荒れた天候が続きそうです。それと関連して今一度行方不明者に関する情報提供のお願いです。保安官事務所では引き続き30歳の白人女性を探しています。痩せ型のブロンドで瞳はブルー、森の中で道に迷ったか交通事故で負傷している可能性もあります。もし見かけたらまずは屋内に保護してあげてから保安官に連絡してください。こんな天候ですからね、お願いしますよ。 KBF FM パッドメインがお送りしています。皆さんも暖かくしてお過ごしください。白人、ね、金髪っぽい感じの白人の女性って交通事故って言ってましたけど、あのドラマってさ、ナイトスプリングスに出てたのはそうかな。さあこいつらやっていきましょうか。コン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 、あいた、アラン回避失敗。でも車乗り込んじゃってもいいんですけどね、無理に車乗り込んじゃってもいいんですけど、よいしょ。まあいや、車ボコられると後が大変なのでやっときましょう。乗り込むときにね、車をボコボコにされちゃうんだよね。まあ、こっちの車にしようかな。まあ、倒しとこうか。速そうな車。速そうか、これ。レトロ感ある車ですね。まあ、時代設定的にはあって、あ、でも、どうだろうね。田舎だからか。アランとかスマホを持ってますからね。よく見ると闇に顔がついてんだね、あれね。まず闇を払って、そしたら踏みます、引きましょうか。闇にバリアを剥がして、こいつ倒しとかねえと。ちょっと優しい当たり方しちゃった。倒しとかねえと後がめんどくさいので。オッケーで倒したら、足早に足早に発煙筒を持って、こいつですね、こいつは早く倒さないと後ろから次はあいつらが復活するので、復活する前に抜けます。危ねえ、急がないとさっきの敵全員また復活して襲ってくるので、発煙筒も使って無理くり一気に攻めましょう。自利品になるときつくなるからね。さてさて、そしたら、野外ステージに行く前に、またアイテムを回収しましょう。ここも少し寄り道があります。で、ナイトメアなんでここにあるのか。この野外トイレみたいな、開放型トイレですね。開放型ではないのか、別に。こんなとこまでトイレ行くの怖いね。モットがウェイク夫妻を見失うという失態を演じた後、ハートマンは眠れぬ日々を送っていた。夫妻の車はかつてのダイバー島へと続く道に放置されていたという。固定に眠る全員のキャビンが頭をよぎった。
ウェイクが書き始めるのは時間の問題だ。ブレーカー保安官がウェイクの身柄を確保したという無線を傍受したハートマンは即座に町へ向かった。まあハートマンはやっぱりね、全員のことも何もかも知ってるんですね。だからアランがですね、保安官事務所に行った時に即来たわけですね。聞きつけて即寄ってきたわけです。なんであのタイミングにと、書き始めるのも問題だと、時間の問題だとか言ってたので、もう全てを知っていたわけですね。さあまたこの息遣いアイテムがありますと。よし、先行さん、そっか。でここはちょっとまた、あ、いや、なんか今日当たるな、当たり日か。どう、当たり曜日か。こっち来るな、こっち来るな。2、3、4、5、6、高速連射、高速リロード、OK。 まあ、そこそこ温存できたかな。さあ野外ステージ、今回の山場です。彼らが元ミュージシャンだとは聞いていたが、この野外ステージを見て初めて実感した。アラン、奴らだ、逃げろ、すげえ勝った。こりゃいい、さあ野外ステージ。大した奮闘ぶりだな、かっこいいぜ。いいから戦え。来てる。あら、こいつらを片付けるんだ。こっからガンガン撃たれてやる。まずはまとめてクリアガンで飛ばしますと。気持ちいい。あら、ここは武器や弾薬もめちゃくちゃ豊富だぜ。すげえや。あぶ。で、ライフルが強いので、ライフルをメインで使っていきましょう。で、四方八方から来るけど、大型ライトも強い。で、まとめているときは、先行でまとめちゃうと。よいしょ、まあ、遠くのもん、まずいか、数が多いな。多いときはまとめて吹っ飛ばすと。影にいるのか、ここにも。もう一回、遠くの敵もやれるのは強いね。ライフルの強みです。ライフルの強みは遠くのやつもやれると。多分花火とかでも一緒に削ってくれてるので、早く敵が削れると。入ってるよ、入るとチェックポイントですね。おいおいおい、人の言うこと聞けって。あー、すいません。なあ、おい、マジで頼むってごめんね。まとめて剥がれたところを狙う。当たってない、これ。当たってるか。向こうにもいっぱいいんな。ほっ、よろしく。まあ楽勝かな、強いので。何よりだ。あ、なんかできてない、ごめん。
ステージで狙われているのが最高の瞬間。わからんでもない。まだかな、バリー。よし、回復。リードしなかった。ここもらっちゃえ、まとめて。そろそろ終わりね。ちょっと終わりです。曲が終わればおしまい。フィニッシュ。あ、じゃあこっち。あ、倒さないと終わんないのか。フュー。かっこ悪い終わり方したな。最後ボカーンっつって終わってるような気がしたんだけど、そうじゃなかったですね。倒さなきゃ終わんないんだね。すげえ。ブライトフォールズ恐るべしだな。だいぶ発煙筒余ったな。発煙筒は後で使おう。じゃあ、おい、あら、農場はこっちだ。どうも。ショットガンに切り替えとくか。弾もいっぱいあるしね。よし、32発だって。でここで原稿ですね。マリガン保安官代理は喋り続けるソーントンを無視した。たかが小説家一人を相手にこんな大捕り物を繰り広げるなんて馬鹿げている。確かに奴はトレーラーパークで警察から逃亡したが、そもそもの容疑すら不明なのだ。あの捜査官の横暴には保安官もそろそろ我慢の限界だろうとマリガンは踏んでいた。うん、警察内部でもね、FBI のね、ナイチンゲールの、まあ、横行ぶりっていうのは問題されてるみたいですね。酒の匂いもしますしね。さあ、なかなか農場たどり着けませんが、ここでまたバリーと合流して、ここを抜けていくところなんですが、ほらな、お前のパネルはこの通り、新品同様だ。片付いたら後で取りに来よう。まったく何よりだよ。はい、ということで、アランのパネルが無事だということなんですけど、まあ時間も多いので今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。